どうもワッキーです。本日は渋谷に来ています。久々のですねつけ麺を食べようということで、こちらに来てます。道玄坂マンモスさんに来ています。こちらのつけ麺は麺が胚芽麺といってすごくね濃い麺なんですよね。で栄養価の高い麺でなかなか普通のつけ麺屋さんにはない麺が食べられるということで、濃厚の、胚芽麺つけ麺ですね、食べていきたいと思います。今マンモスの濃厚つけ麺食べてきました。やっぱり濃厚魚介豚骨がねもうすごく美味しくて、でやっぱりベジポタ系なんでね麺がかなりスープを絡めてすぐスープがなくなっちゃうん でスープもなくなったら店員さんに言えばおかわりできるそうなのでぜひ来た際は、食べてみてはいかがでしょうか。以上ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook やってますのでそちらもぜひよろしくお願いします。あと動画の方ですね、楽しかったとか面白かった、自分もやってみたい行ってみたいって思っていただければぜひ高評価ボタン、それとコメント等もお気軽にいただければ嬉しいです。そしてこれからもバシバシと動画を投稿していきたいと思ってますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。